どうもこんばんは、シャンクです。今回の動画はですね、まあ、プリキュアコラボ、こちらを初心者さん向けにちょっとどういう風にやっていけばいいのかなっていうところをご説明していこうと思います。で、まずですね、一応最優先で撮るものとしては、この画面に出てる、入りきるかな、4つになります。ここからですね、すいません。レジェンド10連ガチャチケットで、レジェンドガチャチケット、ダマスカス外傷で、破行の指輪、栄冠の指輪、すいません、5個でした。はい、こちらですね。で、こちらを一応最優先で交換をして、で、その後エリクシールハーフ、こちらも交換できるだけやっておきましょう。で、闇のプッシュ系も初心者さんにとっては、入手難易度が非常に高いと思われますので、取れるだけ取っていきましょうっていうところになります。で、あとですね、余裕があれば、こちら玉鋼ですね、こちらの方も取っておくとよろしいかもしれません。で、じゃあ武器召喚石はどうなのって思われる方もいらっしゃると思うんですけども、こちらの方はですね、結構周回していけばポンポン落ちるんですね。で、自分もですね、一つレインボーブレスについては交換をしちゃってるんですけども、すいません、このようにですね、2つほど余ってますんで、ポンポン落ちますので、その辺は、回ってればドロップすると思うんで、まあ最優先ではないということを、認識していただければいいかなと。で、足りなかったら交換するような形でいいかなと思います。で、あとですね、プリキュアコラボのこの武器なんですが、どこ行った？ここですね。一応150までレベルを上げてみました。で、こちらの方が戦力が1510となっておりますので、前あったですね、死傷降臨の武器、横竜拳、こちらの方よりもだいぶちょっと戦力的に目を取りするかなという感じですね。だいたい400近く違う形になるので、ただ、こちらのゼノコローの武器っていうものを持ってない方に関しては、多分 EX 個人は2つぐらい入ると思うので、この横竜拳と合わせてこちらのレインボーブレス使っていくといいんではないでしょうか。奥義効果もですね、4突することで、まあ、ストレングス効果、HP が多いほど攻撃力アップっていうものがつきますので、まあ使いやすい武器にはなるかなと思います。あと、まあ自分だけになる、主人公だけになるんですけども、メイン装備で、活性効果がつくので、まあ、こちらもいいかなと思います。で、横竜拳の方はですね、闇属性のダメージ軽減というものがついてるんですけども、これは一応メイン装備じゃなくても効果を発揮しますので、スキルレベル15で確か 15% 軽減だったと思うので、合わせて、装備するといいかもしれません。あとですね、まあ、先の動画でもご紹介いたしました、こちらの配布キャラ、キュアブラック&キュアホワイトなんですけども、まあ、使ってみた感想としてはですね、結構配布キャラの割には高水準でまとまったキャラになってるんではないかなと思います。まあ、何よりね、自分に高揚効果、ガッツ効果を付与できる、で、プラス、まあ、自分で、すみません、かばう、そして回避カウンターができるというところで、使いどころもまあ明確に分かるようなキャラクターになってますし、まあ、今後ですね、4アビが解放されればですね、3ターンの間ですが攻撃防御が上がった状態、まあ、これがどれだけ上がるかは分からないんですが、そういったこともできるので、結構使い勝手のいいキャラクターに仕上がってるんではないかと思います。で、あとサポアビでですね、必ず連続攻撃をするということで、ダブルアタック以上が確定してまして、
まあそういったキャラって結構基本的に素のステータスが低いんですよ。攻撃力これも4400と低いんですが、こちら LB ですね、リミットボーナスの方もですね、クリティカルが2つついて、で奥義ダメージ上限もあって、プラス奥義ダメージを上げることもできてが2つあって、でトリプルアタックも2つあってっていうことで、あとまあ攻撃力も、上げれますし、LB の振り方によって結構自由度の高いキャラクターになっていくのではないかと思っております。はい、というわけでですね、駆け足にはなりましたけれども、レジェンド10連ガチャチケット、レジェンドガチャチケット、あとですね、ハギオンの指輪、栄冠の指輪、ダマスカス外傷、ここまではですね必ず交換するようにしましょう。で、あとはエリクシルハーフ、こちらも美味しいので、できる限り全部交換するようにしましょう。あと初心者に関しては闇のプシケですね、こちらの方の入手難易度が非常に高いので、ここで交換しておくことをお勧めします。雑談の紹介ではありましたけれども、以上で、紹介を終わろうと思います。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンとよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シャンクでした。